今週の日経平均週間で1017円高と3週続けて上昇しました。アメリカの金利低下を好感して好業績銘柄中心に買われ、水曜日2ヶ月ぶりに3万3000円を回復、今年最大の上げ幅を記録、7月の年初来高値に接近です。為替相場、対ドルでは151円挟んで推移、対ユーロでは164円台、15年ぶりの円安水準です。では今週のマーケットニュース、こちら。アメリカ CPI、コアともに予想下回り、 PPI は低下。インフレの鈍化を受けてアメリカの長期金利1ヶ月半ぶりの低水準となり、ナスダック3ヶ月半ぶりの高値に。21日に決算発表を控える NVIDIA、 10日続伸したことも手がかりとなり、ハイテク株の上昇を目立ちました。先週情報修正した東京エレクトロン、また生成 AI、 パワー半導体機体のディスコなどが実質的な上場来高値を更新。レーダーチェック、連日で年初来高値、超純粋装置の製造を手掛ける野村マイクロサイエンスも上場来高値更新です。アメリカの小売売上は7ヶ月ぶりに減少です。ただ予想ほど落ち込まず、ニューヨーク連銀製造業景況指数4月以来の高水準、ハードランディング観測の後退もありまして、信越化学工業連日で実質的な上場来高値更新です。ウォルマートは決算で慎重な見通しを示し、今後のアメリカ景気の先行きは不透明です。電通、博報堂、欧米などのマーケティング事業が振るわず、今期の業績見通しを下方修正、年初来安値を更新です。決算でインディード事業の減速が見られたリクルートホールディングス、アメリカ投資ファンドで物言う株主バリューアクトキャピタルが株式を取得したと発表。 CEO は2倍の価値があるとしていて、経営改善や還元強化など要求への思惑から株価上昇です。国内の7月期の実質 GDP、 3四半期ぶりのマイナス、市場予想以上に悪化しまして、個人消費、設備投資振るいませんでした。先日今期業績予想の情報修正を受けて年初来高値更新していた三越伊勢丹ホールディングス、11月上旬の日本人の売上減少、一旦売りも出ました。で、10月の訪日外国人客数、初めてコロナ前の水準を回復も、中国からの客数戻っていません。その中国、小売売上など改善見られた一方、不動産投資は落ち込みが拡大、新築住宅の下落投資も増えています。資生堂、下方修正を受けて月曜にストップ安まで売られました。同じく下方修正のヤクルトも年初来安値更新です。では来週の予定です。23日、日米ともに祝日で休場です。それからユーロ圏とアメリカの11月の PMI が発表されます。また国内の10月の CPI も発表されます。では